こんにちは、ゆうです。今回はというか、まあ、引き続き無課金非属性縛り柴犬丸やっていきたいと思います。まあ昨日ぶりですね、このガチャ動画は。はい、このアカウントでの、まあ今日ね、メール消しちゃったかな。あ、魔法石100個いただけたということで、本当にね、アンドロイド10周年おめでとうございます、パズドラ運営さん、ガンホーさん。それでね、まあガチャを引いていきたいんですけど、僕のワンピースコラボキャラは、こちらとなっております。あー、このアカウントでは片栗めっちゃいるんですね。はい。まあね、あと、武器は、杯と、まあ、シャーロットル、ニンニンさんの武器なんですけども、まあ、狙いはですね、このアカウント非属性芝居なんで、まあ、あと、ハンコックだけね、ちょっといないなぁということで、まあ、いただきたいなぁとか、ね、僕も愛してほしいなぁと、ハンコックさんに。というところで、あとは、まあ、ルフィを、ね、まあ、欲しいなというところで、はい、ガチャ、回していきたいと思います。はい。ボックスの、もね、開いてますね。はい。それでは、ハンコック、ルフィ、2点狙いでいきたいと思います。サンジが出る分にはいいんですよ、全然。サンジももう、ほんと僕が初めて憧れた男性のキャラなんで。おー、キャロットか、わ。これはね、このアカウントでは一応ね、縛りで使えないんですけど、あたりですね。はい。1回目。いやー、頼む。おー、クロコダイルか。まあ。クロコダイルはね、ルフィの交換の弾になったかな。あ、武器見てるの焦ったな。改めてね、ゆっくり見る時間がね、やっぱ欲しいんで。もう、またそんなこと言ったら出てくれたの？なるほどね。なるほど。ちょっとこのアカウントとは、関係かな。はい。行きましょう。はい。はい、ハンコック。あ、ゾロ！あー、ゾロ！あ、それ、あ、で、あ、持ってた。これ、めちゃめちゃ、この前の動画で、着せ替えドロップ使ってたよ。3体もいんの。和道一門で作っちゃう？和道一門で作っちゃおうか。究極も作っちゃおうか。これね、貴族性芝居のアカウントがあるんで、フレンドさん出したりとかね、活躍できると思うんで、ゾロは置いておきましょう。はい。ハンコック。あれ、クロコダイルに愛されちゃってるかな、僕。ちょっとね、男性はね、ちょっとあまり、恋愛対象じゃないんですよね、僕、残念ながら。ハンコックみたいなスレイブアローしてください。スレイブアロー。あー、サボ。なんかアホみたいなこと言ったらね、普通に男キャラ出ましたね。いや、サボも強いな。これ武器当たりやな。よかった。はい。それでは、あと4回ですね。はい。マルコ出てもいいんですよね、もう1体。もう1体ぐらいマルコ欲しいよね。はい。おハンコック。スレイブ、これ、これしたかったんですよ。いや、ハンコックね、めちゃくちゃいいっすよね。いやー、めちゃくちゃいいっすよねー。いやー、めちゃくちゃいいっすよねー。いや、それしか言ってへんやんけ、と思って。思った人、手を挙げなさい。はい。やった。じゃあ、あとルフィだけですね。ルフィか、マルコか、ハンコックの2体目。サンジでもいいよ。キャロット2体目かー。かたくなにね、これ、サイリア出てくれないんですよね、このアカウント。いや、出たか、この前。はい。はい。おお、いや、これは嬉しい。サンジはね、もう武器も欲しかったんでね、僕。いやー、いいっすよね。ジュエルマの科学。はい。まあ、よく言えばね、サンジはワノ国の衣装でちょっと出てきて欲しかったんですけど。まあ、でも武器も作れるということで。はい、ラストですね。ラスト、ルフィ、お願いします。はい。たまね、確定です。来い。よっ、あー、お、ハンコック2体目。
はい、ありがとうございます。いやー嬉しいな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 。はい、それでは結果見ていきましょうか。はい、ワンピースこちらですね。はい、なんと、キャロット2体とクロコダイル2体に魔法石50個持っていかれました50個持っていかれました。噛んだので甘噛みしたのでもう一回言いました。はい、ゾロとサボとハンコックとサンジ。いやーでもね、火属性の結構いいところは出ましたね。はい、それではちょっともうさすがにね、ルフィはもう交換したいと思うので、せっかくなら動画で交換したいと思います。はい、めっちゃくちゃ悩みました。めちゃくちゃ悩みました。多分カットはしてるんですけど、めちゃくちゃ悩みましたが、この答えをもう本当にパズドラのね、常設キャラなんで、いつかお迎えしたいと思いますので、今回はねルフィの交換の玉になってください。申し訳ございません。じゃあ、はい、ルフィー、やっぱねルフィも使いたいよねーっていう話ですね。いやーこれはいいなー。はい、ルフィはね、変身後はね、僕うまく使える自信がね、ちょっとないんですよね、実は。五色生成で無効貫通を毎回するね、パーティーを非属性だけで組めるかって言われたら組めないんで、どっちかっていうとこっちかな、こっちを、まあ、3時のサブに入れたいね。まあ、したいわけですよ。はい。それでも十分です。でね、もう強くなったらもうリーダーにしてもらって、させていただいて、使わせていただきますよ。ね、ドッグも無効貫通もスキムもついてるし。はい。はい、それでは本当の結果お見せしましょうか。はい、今回の愛収穫はこちらでございました。はい。ちょっとね、やっぱりね、僕も千住一族にはなり損ねたんですけど、千住の称号取りに行くかな。称号取りに行けへんわ。千住チャレンジしてみようかな。はい、もうね、どなたの実況者のさんのね、動画もまだ見てなくて、千住本当に完全初見なんですけど、初見ビッグボスカーソでチャレンジするのか、またまたこちらの芝居の丸でアカウントで挑戦するのか、まあ、お楽しみにしておいてください。メインアカウントでね、挑めっていう話なんですけど。はい。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければね、高評価、グッドボタン押していただけると励みになります。あとね、もっと励みになるのが、YouTube の最低金額で入れる90円という額で、メンバーシップをやらせていただいております。やらせておりますって、なんかやらされてみたいな。ぜひね、そちらにも入っていただいて、僕のね、メインアカウントのガチャ動画回しながら、なんかちょっとね、僕のプライベートとか、まあ人生について語ったりしている動画が上がっておりますので、今のところ4本ぐらいかな、上がってるんで、はい、そちらもよろしくお願いします。それでは、また会いましょう。あ、概要欄、ツイッターとか公式 LINE とか貼ってあるんで、そちらもチェックお願いします。それでは、バイバイ。